今日からゲームチャンネルスタートします。その昔、天も地もなく、ただ混沌のみがあった。なるほど。やがて、原母神、オルサが生まれ、世界を作った。おう。自らの他に誰もいないことを悲しんだ彼女は、自らと似た姿のフィニスを作り、彼との間に13人の子を設けた。やがて原母神オルサが生まれ世界を作った。なんか13人目の子を産み、オルサは命を落とす。マジか。彼女の死をフィニスは嘆き悲しんだという。そうだな。で、世界が朽ち果てるまで長く長く。13人目の子を産み、オルサは命を落とす。彼女の死を、なんだ、フィニスは嘆き悲しんだという。あ、出てきたぞ。世界が朽ちるまで長く。長い時が過ぎた。ようやく見つかったようだ。声入る？選ばれし者が。聖火神よ、導けー。キラン。お、来た来た来た。これがガチャの画面か。いわゆるガチャのね。で、さあ何が来る？何が出るかな？お、星4。富、15。盗賊、フィンゲート。義賊に憧れる若き盗賊の青年。普段は感情を表に出さないが、心の底では悪ね、ああ、ほんま。君が、君こそが。君は旅人だ。長い旅路の末、ここへ導かれた。うん。さあ、進むがいい。君は旅人だ。長い旅。あなたは不思議な力でこの場所に誘われました。青い炎の導くままに奥へと進んでみましょう。歩く、スワイプ、指を触れたまま横に滑らせる、ダッシュ、クリック、進みたい方向に素早く指を触れたまま、ダッシュ中に止まる、タップ、軽く触ってから指を離す、もう一度ダッシュしましょう。ダッシュ中は曲がり角があってもそのまま進んでいきます。ダッシュ中に前に進めなくなると自動で止まります。アイコンをタップするとそこまで自動でダッシュします。便利だね。便利か、うん。アイテム獲得。リーフ300、自由に移動しましょう。なんかあるんかな？あれ？タップ。
この先には進めないようだ。こんな声だったっけ、さっき。あれ？ここは？ここ何？矢印が出ているときにフリックすると曲がることができます。あ、そうなの？で、これで上。ああ、なるほどね。上にやればいけると。なんか来たぞ。まずは戦い方を学ぶのだ。学ばせてください。お、ウォーウルフ。え？何？あ、攻撃？戦う。ほうほうほう。かっこいいな。弱点をつく。バトルのポイント。弱点をつけばダメージアップ。様々な攻撃で弱点を見つけましょう。相手と同じアイコンだったら弱点ってことか。で、溜まった力をまとめて放つ。それがブーストにゃ。BP は毎ターン回復するにゃ。コマンドを右にスワイプしてブーストを叩き込みましょう。にゃ。で、あ、ここ。で、あ、で、スワイプして攻撃をタップするのか。で、ブレイク。ブレイク。弱点をついて敵はブレイク、弱点をついてシールドポイントをゼロにすれば敵はブレイク状態になります。で、一旦行動不能になって防御力が大幅ダウン。大チャンス。ピヨ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 。で、これで、こうか。で、攻撃すれば、ほうほう、3回ヒットした。で、力を、ウォーウルフは力を貯めた。通常攻撃で、もう一回攻撃しとく。ブレイク。はい。で、2個溜まった。で、ダブルなんとかっていうやつをやってみよう。ダブルスティング。おーおーおー、強いな。あー。なるほどね。はいはいはい。もう一回ぐらいやりたいね。それ寒いわな。そんな格好で。死んじゃう、死んじゃう。旅人よ。眠るにはまだ早い。死ぬって。君はまだ。望むものを手にしていないだろう。なんかくれる？君はこの指輪に選ばれた。神々の力を宿した指輪だ。まだ早い。君はまだ。キラーン。望むもの。選ばれし者よ。君は旅の果てに何を望む？この指輪に選ばれた。なんだこれ。富、権力。名声。名声にするか。名声、信じる力。風に旅なく信念の旗。強風は時に旗を折り、あまたの人を狂わせてしまう。そうなの？名声を求める君は豊かな平原広がるフラットランド地方から冒険を始めることになる。ほうほう。で、行く手を阻む者は劇作家アーゲスト。ああ、そいつをやっつけろと。名声を求めるなら必ず彼の劇場に阻まれる。君が望むものは名声でいいのか？本当にいいのか？豊かな平原広がるフラットランド地方から名声の物語を始めます。よろしいですか？他の物語も後から進めることができる。じゃあ、ええよ。よろしい。
君の旅は過酷なものとなるだろう。簡単なのがいいんですけど。なぜなら、なぜなら、神の指輪が彼らの手中にあるか。三つの指輪はそれぞれ三人の邪悪な者たちの欲望を叶えた。神の指輪が彼らの手中にあるからだ。富を極めし無の、権力を極めし無の、三人の邪悪な者たちの欲望、名声を極めし無の、彼らは大陸の覇者として君臨している。人の欲は深い。底なしの谷のように。君が求め続けるなら、彼らはいずれ立ちはだかるだろう。君は指輪に選ばれし、もの。旅の仲間を求めるなら、指輪に祈るのだ。さあ、旅を続けるがいい。望みのままに。さあ、旅を続けるがいい。望みのままに。旅人さんよ、どうしたい？ぼーっとして、キラーン、不思議な光だ。まるで吸い込まれそうな。あんたこの町に何かを求めてきたんだろ。まさかたった一人で来たわけじゃないよな。旅の仲間を求めるなら、指輪に祈るのだ。って言ったな。旅の仲間を求めるなら、仲間を導く。8人。指輪の力で旅人を導くことで、メニューをタップした後に導きをタップして、ルビーを消費して、導くことができると。今回は消費せず、定められた3人を導きます。ということは、この最初というか、この3人は、決まってるということか。じゃあこのガチャする意味あるんかな？決まっとんだったら。まあ、演出か。カンナ。じゃあ、ナンナか。ナンナ。書物を片手に各地を旅する、剣士の女性。本を読むのが趣味。いつの日か書物の主人公のように心躍る、なんとかかんとかかん。伝承から様々な学びを新刊補正。ほうほう、レッドバリー出身。儀式のために旅をする新刊。ほう。人助けこそ。商人、コニー。八つ都合の次女。商人の女性。ほう、かわいいとる猫ちゃんやん。で、影響力が上昇しました。影響力を上げると、ほうほう。影響力で、アビリティを獲得できる。で、町の人から情報を聞き出すこともできるようになりますよと。ほう。で、この、
オルステラでは多くの偉人たちが旅の記録やその地の伝説を書き残しています。もしその伝説を肌で感じることができたら、そう思って旅に出ることを決意しましたよと。そうですか。私は旅の剣士なんだ。どうぞよろしくお願いいたしますね。こちらこそよろしくお願いします。なんだ。私は旅の剣士なんだ。どうぞよろしくお願いいたしますね。おや、お困りのご様子ですね。何かございましたか。いや、困って。私はホセと申します。聖火教会の神官です。ご覧の通りで、私はホセと申します。頭つるつるの人がそうなの。旅人の身ではございますか。旅人の身ではございます。お願いします。私にできることがあればお手伝いしますよ。次はコニー。ああ、トルネコちゃんね。私はコニー。私の兄弟やつつご大商人になって両親に恩返しした。ああ、大商人になって。そうですか。私たちを育ててくれた。未来の大商人を連れて行きなさい。未来の大商人を連れて行きなさい。ぜひ来てください。みんなに自慢できるわよ。よし、4人になったね。パーッと増えたわ。名前か。旅団に名前。漢字とか。あ、これでいいか。しんのすけ。しんのすけ旅団の旗揚げじゃ。いい名前だ。ほんほん。この街は初めてだろう。うん。はい。いい旅をな。はい。物語の進め方。まずは選んだ物語を進める。マップを見ながら進めていけと。で、周辺施設、クエストの目的地を確認することができる。なるほど。で、なんか来たね。ほんほん。まずはメニュー見て、手紙を、受け取る。これ受け取ろう。受け取って、突然の手紙。僕はアイラ、学者をやってるにゃ。ほんほん。君の存在を知ったにゃ。君の力になるにゃ。ちゃんと読むのにゃ。はい。どうも。運営さんから何か来てます。お、ルビーが、たくさん。264。なんか半端な数字やな。で、次、告知でも見とくか。告知って何？ああ、そういうこと。まあいいか、これは。突破しましたよ、とか。やろ。で、次は？ガチャしそうか。ガチャ。で、これは優勝、優勝。これも優勝か。で、これは、これが、これがさっきのあれか。ちょっと足りんの？ちょっと足りない。で、これがさっきね、もらえたやつか。これを押してみよう。3回。何が出るかな？何が出るかな？たた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 たん。お！星4の3。ラウラ。学者のラウラ。学者の女性。ほうほうほう。こんにちは。私はラウラ。王立学院に所属している学者よと。ほんほん。旅の人？うん、旅の人です。遺跡には詳しい？いや、詳しくないですね。いや、ついてきてもどうだろうか。聞かせてちょうだい。ぜひとも旅の話を聞かせてちょうだい。じゃあ、よろしくと。影響力が上がった。パーティー編成。
あ、これはまだいいか。で、あと2回できるんですね。あと2回しよう。ガチャ。さあ、次は。さあ、次は。何ですか。何が出るかな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 。たたたたったん、たたたったん。お、これ、星4の3。薬師、シェルビー。努力家の女性。美貌から男性に言い寄られる。おー、そんな美しい女性ですか。それはぜひとも旅団に入っていただいて、多くの患者を見てきたのですが、患者でもない、特に殿方から付きまとわれてしまい困っておりました。あなたみたいな方なら安心ですわ。いや、そういうところやで。旅にご一緒させてください。いや、初めて会ったのについてくるって、そういうとこやで。もう一回、ラスト。ラストは何ですか？ラストは、な。何が出るかな？何が出るかな？たたたたたたららら。カリウド、サニー。やつごの三女。また女の子。女の子ばっかりやんか。自他共に認める泣き虫。ああ、そう。いつも涙している。目の下ぷっくりした感じ？私、サニーです。駆け出しのカリオです。ぐす。もう泣きよりやんか。なんで泣いてるかって、それは、その、まあ、悲しいんだろうな。うん。そんな時もあるわ。一人で不安で仕方なくて、一緒に行ってもいいですか？そんな子ばっかりか。初対面ですけど。で、これが、これで、今何人？4の7か。7人になった。あ、7って感じだろう。遠征なし。ん？遠征なし。これはどうする？だ。遠征中。決定。あ、あ、入っていった、入っていった。あ、これが、パーティーってことか。うん。じゃあ、これでいいんじゃない？宝石。お、なんかいっぱいあるぞ。仲間。ルビーと。初心者任務。パーティー編成で、299になった。あと1個で。あと1個なんか簡単なの。バックアップ、経験値のナッツを使用する。ナッツを使用する。関係性改善を依頼する。あ、これはどこ？初めて宿屋に泊まる。まあでも簡単なんやろな。これ、で、日替わりが？日替わりが何これ？まあでも初心者任務ってのを、とりあえずやってみるか。
なんかナッツ、ナッツっていうのは何？どこで使うの？持ってないか、どうせ。鍛冶屋にいる変わり者に話を聞けと。あ、関係性改善。うん。フィールドコマンド。街の人に聞いて。はあはあ。持ち物入手。で、バッリーフで交渉。ネギル。バトルで交渉。大きな海が広がって、リプル。アーギスとは天才じゃ、皆が褒めたたえる。うんうん。明るい演劇が見たい。暗いのかな？暗いとか悲しいとかそういう感じの演劇なのかな？その人。まずは、鍛冶屋、ここか。ん？うちの店見ていかないかい？鍛冶屋、ここやな。ここに入って、迷える子羊、ヨデランが君の迷いを聞こうではないか。引き出す。で、何？ねだる。あ、経験値のナッツ。これ、お、何？運が悪いようですね。あ、あと4回失敗すると倹約。もう一回やろう。経験値のナッツくださいよ。うん。ん？成功した。よし、こっちのやつはなんだ？小学で書いといてくれる。これはちょっとよくわからんけど、今のところはいらないかな。とりあえずこれでガチャができるはず。経験値のナッツ。で、もらっていくぜ。ルビーは5つ。304になった。これでガチャできるな。ガチャしよう。成果の導き。どれだ？これか。一番下か。これの、10の導き。ってのを、これが10連ガチャってやつだな。よし。行こう。行こう。何が出るかな？何が出るかな？たたたた、たたたたた。お、星4。ベルトラン。カリウド。賞金付きの魔物を専門に狙うカリウド。お、強そうやん。実は家族思い。石岩の魔老を持っている。星4の3。ホルステラの古代石を探し求める老学者。テレディール。うん、で、星、これも星4で3。卓越した剣士、女剣士。ジークリット。次は、セドリック。車です。亡き、うん、ホルンブルグ王国。で、お、星5の4。来た来た。フィオル。女剣士。己のうちの才能気づいていない。星さん、マヌエル。踊り子。成人の儀式のために旅をする踊り子。あ、踊り子。ハリー。ハリーポッター。八つ都合の四男。スリシロディオン。これは星4の3。流行り病のグレース熱の治療法を広めるため。おぉ。で、星3、フリオ、学者。この人も成人の儀式のため旅をする学者。成人の儀式。星4の3。財産もなく身一つだが、一旗を受けることの商人。バラット。
自信たっぷり。なるほど。で、うんうん、あ、これでいいんじゃない？おい、今から一人ずつ見るか。ベルトラン、魔物狩りに興味はないか。金稼ぎに興味があるなら、もっといい。ベルトラン、人を襲う凶暴な魔物専門の狩人だ。おお、君、遺跡に興味あるかも。ない。実に興味深い。うん。遺跡にまつわる伝承も忘れてはならないな。なるほど。新たな発見があるんだ。面白そうだな。うん。ペレディール、考古学者さ。っていう感じ。うん、次は。じゃあ、次は、誰ですか？剣士だ。今は修行の旅の途中でな。剣士だ。剣士だ。各地を渡り歩修行の旅の途中でな。強者の強者を探して。私にはどうしてもたどり着きたい剣があるのだ。おや、儀式ですか。それとも何とか導き流とか。おや、儀式ですか。それとも祈祷を望むでしょうか。これ祈祷ってなったっけ。祈祷、うん、ああ違いますね。これをするセルク旅の神官です。いい、祈祷させてください。ああ団長にまた叱られちゃったな。いいよ、独り言。そんな心配そうな顔しないんで。私、一応剣の使い手かな？えへへ、じゃないわ。えへへ。次は？マヌエル、踊り子だよ。お客さんの前で踊るの、最高に楽しいよね。僕の知らない踊りがこの大陸には山ほどあると思うんだ。だからいろんな踊りを知りたい。ね、一緒についていってもいいよね。ダメって言ってもついてくるやろ。この感じ。あのさ、かっこよく踊るにはどうしたらいいんだろう。僕、踊り子なんだけど。あのさ、かっこよく踊るにはどうしたらいいんだろう。それはちょっと知らないけどな。盗賊ですからね。なかなかうまく踊れなくて。相談に乗ってくれる？あ、さっきの子に聞いた方がいいんちゃうかな。なあ、さっき仲間になった。こんにちは。グレースネスの薬をご入り用でしょうか。ああ、どうもこんにちは。グレースネスの薬をご入り用ですか。いや、それはいらないな。ローデン、旅の薬師です。薬ならば、こちらに。元気です。祈祷も元気です。海は生命の宝庫ですね。見るたび新しい発見がある。見た目もさることながら生態も様々。フリオ、海は生命の宝庫ですね。見るたび新しい発見がある。なるほど、なるほど、なるほどね。僕はフリオ。見ていただけません。おう。で？旅の学者です。お、俺はバラット、商人の端くれよ。今は売るもんがなんもねえが、いずれはでっけえ旗をあげてやる。おう、俺はバラット、商人の端くれよ。今は売るもんがなんもねえが、いずれはでっけえ旗をあげてやる。一番やばいやつやん。それには元手が必要だ。あんたの元で働かせてくれよ。稼がせてくれよ。だった。うん、なるほど。面白い。いろんな。一気に増えたね。17まで増えたわ。で、これをどうしたらいい？あの、さっきの、そうそう、フィオルを入れて、あれ？
ウィンゲートが最初のやつやろ。んで、どうしたらいい？このフィーオフを入れたいんだけど。どうしたらいいの？あ、これか。ここで決定すれば、あ、入った入った入った。そういうことね。で、あと他に、星4。星4は、なんか強い子おらんかったっけ？え？これはあれか。え？ああ、そういうことね。ああ、自分が失敗、変なことしたってことか。で、ここに、トリリオか。なんか他に星、バラットか、ラウラ、ロデオンでもいいか。セドリックでもいいのか。ドリリオか。バラットにする？どうしようかね。セドリック。セドリック入れてみる。魔法を使うやつかな。サニー。このサニーを変えるか。サニーを、ベルトランが弓のやつだろ。でサニーも弓。なんで、このサニーを、どうしようかな。はじめに、くれた固定の3人は入れと、育てて、で置いた方がいいような気もするな。最初に。まあいいか。これでいこう。よくわからんし、どうせ。で、なんか結構、素材を持った状態で鍛冶屋に話しかけると自動的に買い取られる。なるほどね。ああ、素材さっきそこで、なんかもらえた気もするけど、まあ、とりあえずどんなもの売って、ロングソード。ロングボ。で、あとは、ハンドアックス、ロングボ。一応全部見たことにしとくか。90、300しかないのに90取られたらちょっと痛いな。とりあえずここで狙っとくか。刺繍打ったさ 40%。 運が悪いようですね。あと3回。運が悪いようですね。ちょっとあと2回失敗すると倹約になります。もういけるやろ。運が悪いようですね。おいおいおい、そんなのいらんねん。あるべきものは元に戻る。おっしゃー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 。オッケー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 。トゥントゥー。はい。で、ああ、こういうことね。勝手にというか、まあ、自動的に買い取ってくれると。で、防具とか、この辺とかなんかもらえそうな気はするけどな、どっかで。序盤だし。まあ、ちょっと裸でうろうろしてみるか。裸でうろうろしてみよう。女の子いっぱいおるし。な、それがいいやろ。で、ルビーが24か。10で1回回せるな。
さ。次。てか結構もう長いことやったな。もう、とりあえず今日はこんな感じで、初日ということで終わります。